10月15日日曜日の全国のお天気をお伝えします。本州の南の海上を低気圧が通過し、東日本は雨の範囲が広がります。関東南部でしたり静岡県など太平洋側ほど大雨による道路冠水などの発生に警戒が必要です。また日本海からは別の低気圧が接近してくるため、北陸や東北なども雨が降る予想となっています。雷を伴って強く降る恐れもありますので、雨雲の発達に警戒してください。沿岸部では強風による横殴りの雨にも注意が必要です。また西日本も一部日本海側を中心ににわか雨の可能性があります。日曜日のお出かけの際は雨具があると安心です。日中日差しが届くところでは過ごしやすい体感となりますが、雨が降るエリアでは前日に比べて大きく気温が下がり、肌寒い体感となりそうです。服装選びお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。